こんにちは、速稼塾の久保です。今日もちょっとね、悲しい事件がありました。神戸なんですけども、パチンコ店が入る商業施設で男性が死亡していると、飛び降り自殺なんではないかなということで、捜査が入っているんですけどもね。感染症とっても怖いんですけども、その感染症にかかってない方がこうやって死ななければならないってことは、では怖くないのかなってことなんですよ。健康で血気盛んでね、そして冗談を言って笑ったりとか、たまにはね、シュンと落ち込んじゃう私たちと同じような弱みを持っているこの健康な人はですね、感染症にかかったわけでもないのに自分で死ぬしかなくなってしまう、その選択を選んでしまうということ。確かに感染症にかかって必死で生きようとする中でね、お亡くなりになっていくのも痛ましいことなんですけども、私はどうも解せないんですよね。これが何の不自由もない暮らしを送ってた人が仕事をするなっていうふうなね、自粛の波によって自ら死ななければならないというふうなねことになると、これでいいんだろうかとね。自粛っていうのは確かに必要なことがあると思います。でもそれはですね、明確な指示がない今のこの日本という国では、言ってみれば守らなくてもいいことなんですよ。で、自分の命が危ないんだったらその自粛を守るべきではないとすら思いますね、私は。で、そうなるとね、感染が広がって他の人が死ぬじゃないかっていう声がありますけども、じゃあ逆にですよ、感染をさせないように配慮して自分で死んでしまう、こういう人にはどういうふうに報えればいいかってことなんですよ。私も答えありません。ただこういうふうなニュースが今日初めて見たわけではないんですよ。何件か入ってきております。皆さんの周りでももしかしたらね、聞くことがあるかもしれませんけども、感染症にかかったわけでもないのにそれに関連して死んでしまうと、これでいいのかと思ってしまう、そんな事件でしたね。明日はこういうことがないようにしたいものです。でも緊急事態宣言が伸びてガクンと来たでしょうね、これは。絶望して、そして今までに100社以上の会社が倒産しております。名もない会社のことを合わせればもっとでしょう。5月緊急事態宣言が伸びたことによってなんとか乗り切った会社ももうここで、決断を迫られることになりますよね。いい決断ではないですということなんで、5月のこの緊急事態宣言の延長によってまた悲しいニュースが入るんではないかなと思うとね、本当に切ないですね。本当はね、ステイホームなんてクソくらいなんじゃないかなと思いますけどね。こんなことが起きるぐらいだったらこの人の人生も尊いものだったんじゃないかなと思うわけなんですよ。さあ明日はね、本当にこんなニュースがないように、でもニュースがないならないで苦しんでいる人が生きながらにして死んでるっていうことをね、また言う人もいるのかなと思うと辛いですね。今回はね、天災と人災に分けないといけないと思います。天災っていうのはもちろんね、感染症のことですけども、人災っていう面ではあまりにも事業主さんのことを対応がね、遅れたというか対応してないも同然ですよ。10万にしろ、100万にしろ、200万にしろ、全く役に立たないです、こういうのは。もちろんね、ないよりはいいんですよ、ないよりはいいんですけども、本当にね、なんかこう息継ぎ1回分くらいの延命です。3日命が流れたかなみたいなもんで、恐ろしいこのね、商売の貧乏神がねやってくるわけですよね。で、お亡くなりになった方に対してもそれしか選択肢がないぐらいものすごく追い詰められたんだろうなと思うと、本当に、の同情を禁じないっていうかね、本当に寄り添って心からご冥福をお祈りしたいと思います。本当になんとかならないですかね。少なくとも自粛を強要するのはね、本当に死者が出ますんで、私はやめた方がいいと思います。自粛をしろと人に言えるほどのことはないですから、お互いに。結局自分の自粛してないところはこれはいいんだって形でなっちゃうんですよね。だからパチンコ屋だから叩きゃいいってもんでもないですからね。ということでございました。